はい、お世話になります。トライジャーのボスです。いつも応援ありがとうございます。で、今日は2019年かな、渋谷ウルトラですね、モデルの電熱シート、純正電熱シートのあんこ抜き加工をしました。このあんこ抜き加工は、トライジャの電熱シートのあんこ抜き加工の中で一番ハイグレードになってます。デザインをいろいろ入れてまた形を変えるんではなくて、純正のイメージを残したままで、作る形では一番ハイグレードですね。理由が、前の部分をもう、あんこを全部作り直してます。この部分はあんこを全部作り直してます。だから、純正の皮も使えないんで、このこっから前は全部こっからじゃないこの辺から前かなこの辺から前は全部作り変えてます。で、でもそれを純正の、後ろのバックレストやいろんなものに合わせるように、純正と同じように、同じ革のイメージで全部作ってます。で、電熱シートのこのね、純正のこのスイッチボックスも本当はここら辺にあります。移植してます。移植して中にボックスを作って移植して、で、電熱シートの配線を、作り直して、全部作ってます。こんな形で、なおかつこれに、薄くなってる分、長距離、このオーナー様はお尻が痛くならないようにっていうことなので、中にゲルも入ってます。だから純正電熱シートをあんこから作り直して、表皮も作り直して、なおかつ、ゲルを入れて、で、ゲルも前後入ってますね。前後ね、ゲルを入れて、で、縫製をし直して、電熱線を純正電熱を入れて、で、作り上げたものです。これもう見るからに低くなってるのがわかるでしょ。だから腰のね、この高さもしっかり上がるんで、深さが出るんで、ホールド感もとてもいいです。こんな感じかな。ね、よく本当に電熱シートとか、いろんなシートですの加工、お尻が痛いとか、形がどう、デザインがどう、いろんな悩み皆さん持たれてて、で、多分それをこう連絡する先はお近くのディーラーさんかカスタム屋さんかになると思うんですけどもね。 でもディーラーさんもカスタム屋さんもシート屋さんじゃないんで、それちょっとシート屋さんに聞いてみるっていう形で、動いていくんですよ。 でもシート屋さんはバイク屋さんじゃないんで、本当のこのシートのをどうするべきかっていうのも、たくさんやられてるから皆さん知識あられると思うんですけども、僕とこはやはりもうバイク屋さんなんで、バイク屋さんがシート屋さんをやってます。その理由は、シートを落とすだけでローダウンキットを組まなくても十分乗れるようにできるからです。で、その純正のシート、純正のシートっていうか、そのシートをどういうふうに加工したらお客様にとって一番いいかっていうこと、一番いいかですよ。それは実際乗って試して高速乗るなりして、実際自分がねやってみて、こうした方がいい、した方がいいっていうものを全部入れていってるから、だからどちらかといえばすごく早いわけですよ。そうやな、表現の仕方難しいな。それぞれ皆さんあれですけども、リアルに車体にまたがって、それの違いを感じながら、お客様の立場になってできてると思ってます。これが、だからすごく乗りやすく作ってると思います。これでも、この間、一回 YouTube で出した分はこの部分を削って、後ろの方が乗りやすくする、これも多分こういう発想はみんなないと思います、で、このスイッチボックスの位置、スイッチボックスの位置が一番この内ももに当たってくるんですよ。こう足がここで、これで
ここが膨らんでるから足つきが悪くなるんで、もうこの移動するで、このスイッチボックス移動するってむちゃくちゃ難しいんですよ。まあ、方法は言わないです。自分で皆さん頑張ってください。僕とかはもうこれを 何百台とも作ってます、うん、このやり方が一番僕らは良かったですね。手間ですけどね、うんうん、こういった形で、だから、純正の革はこっち側かな、後ろは純正の革ですけど同じような形で、なんかちょっとよく見たらちょっと違うかも、まあまあほとんどわからないんですけど、やっぱしね、メーカーによってちょっと若干革がねあれなの でこういった部分も全部作り上げて、作ってます。で中にゲルを入ってるので電熱シートなのに、ほらわかります、こうしたらいいか、超いいショー、この感じ、これ普通はねペコッと、ほら分かりますかね、この感じ、でこの中のゲルの入れ方も特殊な入れ方してます。皆さんが普通一般的によくゲルを入れられてる形と違います。ちょっと特殊なやり方をしてます。もう一回やります。お尻がやってて、ね、違うでしょ、ね、こんなんとほらここ普通のこれとは、おいほら違うでしょ、おい違うでしょ、これここも後ろも入れてます。ここは入ってないはずです。ここは入ってない。ほら、ね、ここは一番ここにポケットがあるんで弱いとこですからこんな感じです。ほらシワが残ってくるでしょ。ここはゲル。こんなに柔らかく落ちるのに、ほらこんな感じ。これゲルが入ってます。これがいいところなんです。まあこれは長距離乗ったら分かります。で、ちょっと計測をしましょう。ちょっと待っておいてください。ちょっと待ってね。今回は前みたいな片手でやらないようにちょっと兵器を使ってます。ちょっと待ってください。兵器といってもただスタンドを作っただけなんですが、これでやったら両手で測れるんでこんな感じです。こうやって見せたいかな。一番低いところでちょっと落とそうか。10cm、11cm ないんですよね。多分むちゃくちゃ低くなってると思います。で逆にだからこの高さがね、こうしたらいいかな、18cm ぐらい深くなってるんですね。だから腰のホールド感もよく、でよいしょ、あと幅ね、幅もやはりどれぐらいかな、30、なんか手作りましたって言った割には役に立てないかもしれない。ほらこれぐらい、この一番この奥の広いところのここで36センチぐらいです。で一番ね細いところで言えばね31センチぐらいになるのかな。ほら、あこれやったら見にくいかな、こうで見たらいいかな、31センチぐらいですね、うん、ぐらいになります。深さは変わらないはずなんですよ。35センチぐらいない、うん、こんな形です、うん、シートのことでお悩みの方はどんどん言ってください。ハーレーだけじゃないですよ。もう日本車も、今日も日本車の方が、中にゲル加工だけ入れてっていうことで持ってこられたり、日本車全然 OK です。モンキーでも何でも全然 OK です。シートに関してはもう車種を選びません。車のシートもできます。すごく綺麗に作れます。車のシートでクロムハーツ風の超過を入れたやつとかね、全然作れますんでおっしゃってください。こんな感じかな。シートのことでお悩みの方は、ぜひトライアルまで、ご連絡ください。でちなみにこれこの子、ほなこれいくらですかってよく言われるんですけども、あんまり僕値段を普通は言いません。でも、今回、
ちょっと伝えます。このタイプの分でいけば、ゲルも全部前後ゲルも入れて、このタイプでスイッチ移植して、これでだいたい14万ぐらいです。14万弱かかります。消費税入れたらもうちょっとかかります。ぐらいを見といていただいたらいいかもしれません。ちょっと高いって思われる方は高いかもしれません。だってあんこの木やからね。でも僕らからしたら全く作り変えてます。だからワンオフシートを作ってると思ってくれた方がいいと思います。それのベースを純正を使ってる、電熱の部分を純正を使ってるっていうだけで、あとはもう全部あれです。だから、ゲルを入れなかったり、前後のゲルを入れなかったり、前の部分をこれ作り変えるまでのいかないあんこ抜きもできます。そしたらもっと値段は安いです。数万円になります。数万円言っても、電熱が入っている分であれば、8万9万ぐらいまでかな、見といてもらったらいいかもしれない。ただ、電熱が入ってないやつってもうちょっと安いです。で、施工はだいたい1週間以内です。で施工できますんで、おっしゃっていただいたら大丈夫だと思います。ただ今のこの値段の方もね、シートのよく他のお店であんこ抜きをされて持ってこられる分とか、一回どっかでってやられた分はもう本当に裏がね、シワがぐちゃぐちゃになってたりするんで、であんこも削り方がもうひどいとこはひどいんで、それはもう値段がちょっと分かりません。基本的にシートを全部見ないと分からないです。現物を。で、ちなみに、そうちょっと待ってね、よいしょ、はい、ドライジャーはもちろん裏も綺麗です。多分純正の裏を見ていただいたら分かると思いますが、もちろんこの縫い目をちゃんと袋縫いになるように、ほらちゃんとここ分かります、ずっとこれをギューって引っ張ってますでしょ。ギューって引っ張って、これがこっち側にずれてるのが多いでしょ。それをスタッカーでカンカンカンって止めてるのような仕事は、ごめんなさい、僕とこの仕事じゃないんでしません。はっきり言います。それは僕とこじゃなくてもできます。トライジャのシート加工はこんな感じで、裏まで綺麗にやってます。こんな感じかな。ぜひともシートのことがあれば、ご連絡いただけたれば、対応させていただきます。シートって本当に重要なんで、お待ちしてます。いつも応援ありがとうございます。